とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー更新ですね。28階、珍しい。まあ、ここスタートだったことあるよね。エンチャント良くない。ボスはどんな感じかがまあまあ気になるところ。クリーパーいるね。どうでしょうね、今シーズンは難易度的にはさ。よし、若干難しくてもいいけどね、若干だったら。 OK、 ショートか、ナイス。終わり？あ、いや、まだ来る。いや、違う、これ迷ってるやつがいるな。え、どこ？あ、おった。はい、回復一応安全策で取っていきましょう。虚無もちょっと怪しかったな。虚無が最初のボスで結構必要になる可能性なんかあるよね。これどうだろう、ちょっとミスったかもしんない。ちょっと多くない？敵多いよ。まだか。あ、そっちいた。いたいたいた、危ない危ない。うん、クリーパーは結構出てくるね。わー、これはパワーシェイカー間違い。おー、ヌストもいいね。でもパワーシェイカーでしょう。 OK、 特に強いやつはいないかな。うん、特に強いやつはいないっぽいね。まだが、あ、いた。なんかはぐれが多いな今回。おお、早めに釣り竿が来ました。あー、まあバーストかな。いや、まだエンチャント待って、エンチャントはちょっと待ってください。なんかもうちょっといいのが出そうな気がする。ちょっとやべえぞ。 OK、 ここ結構やだな。キャッ、よし、ちょっと回復して。下の方にも結構いるんでしょ、どうせ。ここはクリーパーが出てくる場所じゃないと思うんでいいでしょう。いるね、よし。で、あと上に2、3体で終了か。おい、4回はしまい。これはいらんでしょう。うん、珍しいタイプだな。オッケー。まあ、矢は結構使っていていいかな。おーい、ちょっと待って、嫌なやつら本当。オーケー、嫌なやつらー。よし、終わり。オッケー、ちょっと戦いにくい。うーん、斧取ったがいいかな。
いや、うん、取っていくか。こっちの方が、うん、得意なんで、こっちでいきます。双剣はどうしてもね、得意じゃないんですよ。で、働き鉢と、強打。うん。これでいこう。で、次、商人で、まあ、良さげなやつがなければ、防具を、もう上げるっきゃないよね。オッケー。防具か。これ、エンチャント良くないから、あんまり、使いたくはないんだよね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし。終わり？なんかね、防具出てきてくれればいいけど。途中の盗っ人は良かった。あれをつけるべきだったか？うわー、ない。雷の杖が怪しい。ホルン持ってけ？一応、ボス用にさ。もしかすると、役に立つかもしんない。いやー、傭兵あげたくなかった。仕方ないね。これでいきます。ボス？あ、違う。ならば最悪、傭兵じゃなくてもよかったね。はい。しゃあ。危ない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 。いいんじゃないですか。終わり。ボスは10回ぐらいかだね。あー、どう、うん、まあ愛のメダルするか。うん、アップドラフトも気になるけど、こっちが無難かな。まあ行きましょう。いいね、矢は結構出てきてくれる。あっ、ちょっと1体えらいなとこに飛んでった。大丈夫？いや、いるよね、絶対。うわ、いなかった。マジでか。場外まで飛ばしてた。よかった。で、あと上に2体ぐらいいておしまいでしょう。愛のメダルで終了。で、10回がボスか？かな？ 10 回ボスでしょ？だね。おー、これ何が来る？結構広いな。いや、エンチャント良くないこれ。広い広い。どうだ、2体。あー、怖い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 、何それ。やめてくれ。あぶね。おいっしゃ、よかったよかった。あ、ホルンはめっちゃよかったね。時間稼ぎになってすごい戦いやすい。いや、ちょっと待て、エンダーマン硬っ。終わり。はい、なるほどね。持っていくか。うん、これでいきましょう。まあまあ、ゴーレム良かったんじゃない？ここ多い。
なかなかここはきつそう。はい、おお、ここゴーレムいてよかった。絶対きつかったよ。よしよし、オッケーオッケー、終わりだ。はい、一応矢を取りに行こうか。まだ200本持ってないんで、落とすなよ。オッケー、230本、まあこんだけあれば持つね。ハープン変えてもいいね。ハープンで持ってボーナスと非属性入れとけ。この防具がほんとね、エンチャントよくねえな。でもまあパワーが強いからまだ使っていけるけどね。あとあとこれ変えたい。あ、ここまで来なきゃ出なかったか。クールダウン欲しいのよね今回。意外とエンチャントが、エンチャントじゃない、アーティファクトがいい感じなので、クールダウン欲しいな。はい、いいんじゃないですか。おいし、あ、ドラ間違いない。パワーシーカーかな、もうパワーないからね。パワー低いんで、うん、ハープーンのよしよし、ノックバックがすごいいい感じ。ここ出るな。おお、ゴーレムいてよかった。すごいハープーンが役に立つ。終わり。あれ、まだどこいる。いや違うぞ、下か。あ、いた。はい、13回終了、折り返しだね。うん、ここはまあいらんでしょ。エンチャントいいけどね、エンチャントいいけど。いいっすよ。あー、ゴーレムの HP こう、更新するべきだったな。ちょっと HP 低い。おいおいおい、マジかマジか。はい、いけ。あー、もうオッケー、いいんじゃない。いや、意外と出るね本当に。敵多いよ。よっしゃ、終わりかな。はい、武器もね変えていきたいけど、良さげなやつがない。そのまんま。じゃあ防具がないね。いい防具があんまり今シーズン少ない。うい、どうせクリーパーも出るでしょ。だから絶対出る気がする。出ない。あ、そうでもないか。終わり。15回終了。商人まだか。いや、いらんね。いらん。
あ、武器もちょっと変えたいな。武器ちょっと変えたい。もえ、もえ、愛のメダルあるしやれるよ。あ、でもおーい、ちょっとこれ敵の火力高えぞ。OKOKOK、 まあまあ愛のメダルでなんとかなるにはなる。 OK、 倒したでしょ完璧に。倒してるはず。よし、オッケー。お、うん、まあエンチャントはねいいで、アップ、アップドラフトも欲しいな。まあいいや、防具変えようで、霊気ね、あとはいらん。こんなもんか。で、いやー、ここはきつそうだぞ。いけ。あ、これハーフンでよかったね。ノックバックするから、いざっていう時に対応しやすい。うん。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、もう対応できてねえじゃん。オッケー。うっそ、真後ろにいやがった。よし、終わり。はい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 。あ、17回結構クリーパー来るよ。あー、こっちがいい。うん、けどいいか。ゴーレム変えよう。まあ、影でもいいよ、全然。大丈夫。武器を変える。うん、これ以上のやつがありそうだけどね。まあ、ボスでしょ？これでいこう。何が出るか。邪悪なレースはやめて。あ、違う。おお、おいって。終わり。ちょっと待ってよ。あ、エコーか。ちょっとやだな。まあ、使えるときには使える。いらんね。うん、いいいい、なしでいこう。ういし、ここはどうだ。敵がいないならいいけど、あ、やっぱいるな意外といるな。 OK、 よしよし、まあまあいい感じではないでしょうか。OK、 シュルカー一体倒したのちょっと痛いかな。まあいいか。いないね、いないね。オッケー。打ち漏らしてね、戻ってくるのが面倒なのよ。いけ。終わり。うんうん、いい感じです。おー、ハプン。いか、こぐ火力を取る。虚無もついてるしね。これでいくぞ。多分こうクリーパー出る。あれ出ない。あ、やっぱ出る出る出る。
ここは出るでしょう。ちょっと待て、そこすげえことになってる。オッケー、よし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 。あ、霊気がやっぱいいね。うん、すごく霊気がいいよ。ナイス。うん、余裕です。あー、いや、いらんね。うん、いらん。ちょっと待って、これゴーレムやられないようにしよう。絶対落ちるから。おー、危ねえ。オッケー、よっしゃ、いいんじゃない。どこ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 、やべえ、ゴーレムやられてる。待って、危ない。お、あ、全然こっちが強えな。あ、エコーだもんね、エコー2か。帰ろう。で、ユニーク、あ、防具上げれんわ。これしかないか。まあ112、うん、あんまりだったな。で、ウィンドで、え、衝撃波なかった？あるよね、ダブル衝撃波だ。ダブル衝撃波に爆発も、もうサービスだ、つけろ。で、ここね、時間かかるんだ、ここ。もう全部外れじゃん、これ。 OK。 お、あー、ダメ、全部出終わる前に、おいよ、終わらせたい。あー、もう順番だった。オッケー、行きましょう。いい感じ。うん、ちゃんと衝撃波2つ飛んでる？飛んでるか。はい、次。うわー、つえつえ。これやっぱ影の衣じゃなくって途中で出てきた、あの、スケールにして武器をこっちがいいね。うーん。いや、いいや、もうこのまま行きます。いや、でも悪くないよ、悪くない。うん。この影の衣も、クールダウンはないけど、おー、無事。クールダウンはないけども、霊気入ってるからそれなりに強い。よし、これまだネクロ出るね。おお、うん、ダブルダブルだよ、ダブル出てる。おお、あ、衝撃波2つ飛ぶと強いな。おお、いい感じ、すごいいい感じじゃないですか。あ、まだか。はいはいはい、終わり。あ、ここはもう愛のメダルがね、すごく活躍する場所。いらん。お、なんかここ怪しい気がする。難しい気がするぞ。オッケー。ああ、やられてるやん。おお。
まって、こうなかなか敵多いぞ。エンチャンターもいるしね。あっミスった。オッケー、愛のメダルでダメだった。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー、やるがなこいつ。終わり。ちょっと危なかった。26もちょっとむずいね。17と26がちょっと難しい。あ、変えよっか。うん、防具、うん、そのままでいいならばアップドラフト取りたいけども、一応取っていった方がいいだろうね。うん、今ちょっとピンチになるぐらい HP 低かったんで。オッケー、ナイス、いいね。テンポセットがいい感じだった。よし、いいんじゃないですか。終わりか。27終了。ボス何が来る。いな、マジか。いやいや、いたいた。うん、最後にこいつっていう時があったな。これ雪玉入れようかの方が良さそうだわ。でもって兄弟意味ないから丸、うーん、あ、虚無を入れたがよかった。いや、あんま意味ない。うん、まあまあ一応入れるか。いきます。途中でアップルアップ持ってきたらよかったな。これ絶対アップルアップがよかった。オッケー、はい、あんまなんかいつものとこよりも広いから戦いやすくはある。これ、うん、火力出らんわ。一応ちょっとは狙ってみますけどね。少ないターン数で倒したいので。いやー、これ厳しいぞ。厳しい厳しい。うん、ちょっと倒せないかな、最短では。うん、火力が足らん。もうちょっとなんかね、火力があればいいんだけど、ないのよ火力が。まあまあ地道にいこうか。最後の一撃ぐらいはちょっと様子を見て、うーん、まあいけるか最短で。いけるような気もする。よし、 OK。ゴーレム、あ、ゴーレム出さん方がよかったか。いい、はい、ゴーレムも火力がないからね。ダメだな、この次のターン倒せればいいけど。どうでしょう。
とか倒せるように狙ってはみます。 OK、 ゴーレムやられた。でも OK、 あーなるほど、パワーポーションが出てきてくれればよかったけどね。いやこれ厳しいな、いけるかな。ちょっと狙う。よし、あ、嘘嘘、いや今絶対行ったでしょ、絶対最後まで減ったと思ったんだけど、嘘だ。まあこれでおしまいです。最後の最後マジで長い。はい、ちょっとね対策をしてラストに行きたいところですね。はい、ではクリアでーす。時間かかった最後は、よくない、いらない、よくないね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。